おはようございますプロゴルファーの横田英二です今日は全日本ショートコース選手権2015の関東英地区予選が行われる三和テクニカルゴルフレンジに来ています今から皆さんにショートコースの楽しさそれからうまく攻略する方法伝えていきたいと思いますアウトスタート一番ホールティーグラウンドから見ると左サイドがネット 見えますよねネットの左が道路になってます若干右の方が広く作られていますのでグリーン手前半分が大きく左手前にかなり大きな傾斜になってますやはりこういう形状なのでグリーンの手前目右目から攻めると割とパーチャンスは作りやすいホールと言えるでしょう、えー、2番ホール打ち出しが狭いので左右へのブレが許されませんしかし見た目の狭さよりも 少し出てる枝の先端は当たっても大丈夫だっていうぐらい少し気持ちの余裕を持って打つことで好結果は生まれるでしょうえ3番ホールに来ました若干打ち上げのホールでかなり奥が受けているので少し気持ちは大きめのクラブで打ってあげるとトラブルにはなりにくい感じがします。 3番ホールのグリーンマーリーに来ましたやはり T から見るよりもかなり打ち上げの度合いが強いですねこういう時に気をつけてほしいのはここで2度打つことはしてほしくないんですよ少しオーバーしてもいいよピンの奥に行ってもいいよという気持ちで打ってみてください4番ホール決して逃げて逃げて攻めるだけではなくて少しタイトだな厳しいなって思うホールもピンをデッドに せめてリターンをしっかりもらうっていう意識も大事になってきます5ホール目まで来ました、5番ホールやはりこのホールも左よりは右サイドの方が安全な傾斜が助けてくれてますので若干右から風の計算をしっかりして打つといいでしょう、えー、6番ホール、右サイドのいいところに行ったなと思ったゴルファーがアプローチで谷に向かって傾斜してるこれをしっかり読んであげないと ちょっと強く入ったり少しミスショットをすると2打目でこの低いエリアに落ちてしまうぐらい左サイドが強い傾斜になっています7番ホールここはもう是が非でもグリーンを捕まえたいこのホールの特徴はグリーンの周りの特徴ここのグリーンのほぼセンターに大きくせり出しているバンカーです顎も若干高いですぜひバンンカーの、T、グランドから ピンがどこに立っていても頂点を狙って打ってくることによって非常に気持ちも集中力も高まってきていい結果を生むでしょう8番ホールティーグラウンドからは見えないけども来てみると割と強い受けている面があるのでピンのポジションが奥の場合はしっかり距離のジャッジを間違えないように奥に打ってあげる手前の時は比較的寄りやすいのでこの段を常に意識してこのホールをプレーする 広くて優しいホールだからサンマにならないこと何か意識をすることでより良いプレーができますあ、全然本当距離感がわかんないのはこれ見るまでもうちょっと長いって見えるもん逆に、えー、前半の最初ホール9番に来ましたすごいですうなんか一瞬ゴルフ場はどこにあるんですかって思いたくなるぐらい打ち下ろしのホールです割と 本コースだとこれだけの打ち下しのホールは少ないのである意味驚きと楽しみはありますよね今アプローチウエッジでショートスイング次はサンドウエッジでいつもの40ヤード3つ目はピッチングウエッジで手前から転がすこれだけたった40ヤードの中にもいろんな攻略法があるのでその中で皆さんが一番自信を持って打てる方法を探してください 各ホール、9ホールとも特徴的ですで、非常に戦略性の高いホールが揃っていますこれ距離自体が90ヤード前後非常に多いですで、この最終ホールに、9番ホールに至っては40ヤードです皆さん舐めないでくださいこの9ホールにはゴルフに必要な要素がたくさん入っていますすごくリスクの高いショットなんだけども勇気を持って打つことによって 大きなご褒美、ゴルフでいうとバーディーですよねパー3なんで22を取ることができますあなたの勇気が試される9ホールだと思いますよ頑張ってください